はい、どうもこんばんは、オーケストラの指揮してます平林亮と言います。今からね、作曲家のブルックナーに関して、思うところを話してみたいと思いますね。うん、ブルックナーって作曲家の評価はねどうなんでしょうかね。ある時期まで人気なかったけど最近人気が出始めた作曲家ですよね。最近っていうか例えば、まあ、ベートーベンとかブラームスとかチャイコフスキーと比べると、まだその、十分に馴染んでね、好まれるっていう、パターンと、あんまりよく知らないとか、あんまり好きじゃないっていう、方もね、いらっしゃるんじゃないですかね、音楽好きのね、音楽ファンの方の中にも。うん。で、まあ私がどう思ってるかなんですけど、まあ面白いですよね、音楽的に。うん、やっぱ他の作曲家とねちょっと違いますね。うん、まあすごく変わった人だったっていう、ね、人物像が伝わってますけど、まあ変わった人変人はねたくさんいるんで、作曲家の中にはその中でも一番変わってたんじゃないかっていう。僕はその作曲家でシュールなのはブルックナー、シューベルト、ショスタコーヴィッチの3人はシュールだなと思うんですけど、そうね、ブルックナー、なんていうのかな、ちょっと言葉に気をつけないといけないんでね。まあ本当の天才ですよね、この人ね。でね、あんまり好きじゃない人がいるっていう理由ね。ああ、そうそうそう、有名な指揮者でも全然面白くないって言ってる指揮者も いますね、ブルックナーに関してはね。岩城宏行さんの本を読んだら、眠いからやりたくないって書いてあったし、あんまり取り上げてない指揮者の人も いますよね。それ、あんまり好きじゃないってことをね、暗に意味しているのかもしれないですね。でも、やっぱり偉大な作曲家なんじゃないですかね。まあ、今となってはね、もう、ブラームス、ベートーベン、ブルックナー、チャイコフスキーってこの、有名人の中に入れても、まあ、違和感ないんですけど、まだその、音楽ファンのレベル、いや、演奏家のレベルでさえも、あんまり好きじゃないとかね、眠くなるとか平気で、言われたりするとこがあるんで、そこをはっきりさせておきたいんですけど、いや、歴史に名が残るに値する、偉大な作曲家の一人だと僕はまあ思うんですけどね。好きじゃないっていう人いるんですよ。僕が直に知ってる演奏家の方でもいらっしゃいますけど、まあ、いわゆる普通のそのドラマ的展開、普通のドラマ的展開じゃないんですよね。まあもちろん、信仰をしっかり持ってた方だと思うんでね。そういう意味では、やっぱ宗教音楽的っていうことでしょ、一つにはね。宗教音楽的だから、ちょっとその、いわゆる、ベートーベンが好き、ブラームスが好き、チェコスキーが好き、ラフマニノフが好き、普通のそのドラマ、もっと文学性とかドラマ性ですよね。ドラマ性がある作曲家と比べたら、宗教性の強い作曲家のメッセージはちょっとよく、分かりづらいっていうかね。信仰を持ってる人だったら分かるんでしょうね、多分ね。キリスト教の信仰を持ってる人だったらブルックナーのことがよく分かる。別にキリスト教の信仰じゃなくてもいいんですよ。チェルビダッケは全ブッディズムスですから、全を信じてたわけでしょ。別に仏教でもいいんだけど、まあ仏教とも通じる要素なくもないような感じしますよね。チェビダッケの演奏とか聴いてるとね。特に5番とかね。ちょっと仏教的な感じもしなくもないけど。要するにそういう、まあ、何らかそういう宗教音楽なんで、やっぱりね、ブルックナーの人柄や人生、信仰を見ても、そういう意味でとっつきにくいってことなんでしょうね。その、修道院的な音楽といえばやっぱりそうなのかな。修道院的な音楽っていうのは、
ドラマの展開の仕方が要するに人間の感情とは関係ないところで、うん、あんまり関係ないところで動いてるってことですね。うん、まあ神とか自然とか雲とかは、まあ、神殿とかあえて言うなら割とそういう、まあまあ人間生活とはちょっと離れてるんですね。まあ多分ね、ものの考え方とか感じ方も非常に変わった人だったと思うんですよね。何が素晴らしいって、だから独自性担保されてるんですよね。まあワーグナーもそういうところあるし、あの全然違うけどマーラーもそういうところあるし、まあやっぱマイペースをね、貫いたもん勝ちですよね。うん。歴史に残りたければマイペースを貫くってことですね。ブルックナー見ててもね。だから、繰り返しになるかもしれないですけど、僕はすごいと思うのはね、その、まあ、独創性極まりないんですよ、そういう意味でね。うん。これ、いろんな有名な作曲家の中でも、ブルックナーだけちょっと違うっていう見解があってもおかしくないぐらい、変わってんだよね。うん。その、例えば、モチーフとか、和声進行とか、まあ、鮮やかにいくっていう感じじゃないんですよね。こう、なんていうか、まあ、石を一つ一つ積み上げるかのように、まあ、極めて、まあ、地味というか、オーソドックスというか、なんかね、あえてそんなつまらなくいくのみたいに感じる人もいるかもしれないような積み上げ方していくわけ。それはね、なんか仏像修行も修道院修行も、それは世俗から見ても面白くないですよ。そういうことなんですね。うん。まあ、あの、版の問題がね、ブルックナー演奏するときはあったり、しますけど、まあ、それ、あの、曲ごとにね、事情が、まあ、違いますね。残ってる演奏の中では、やっぱりチェルビダッケ、チェルビダッケが圧倒的ですよね。チェルビダッケ以外にブルックナーがいい人っていうのも、まあ、朝比奈隆さんとか、まあ好きでね、ブルックナー好んでやってた演奏、好んで演奏してた演奏家、指揮者の演奏っていうのは、まあまあまあ、大なり小なりいいんじゃないですかね。やっぱチェルビだけかな、群を抜いてるのはね。うん。もう代名詞みたいになっちゃってますからね。まあテンポやたら遅いですけど、テンポ遅くない演奏の中で何がいいのかな。まあ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 、チェルビダッキー以外ではどれが特別いいかってちょっと分かんないですね。演奏した指揮者たちはしてますけど、まあ、カレアもやったし、ベームもやったし、僕、ロジェス・ペンスキーのブルックなんか来ましたけどね、ピエール・ブーレズは第8番残してるでしょ。誰？まあ、オイゲン・ヨフフムとかね、有名ですよね。バレンボイもやってる。まあまあ、やってる人はいるんですよね。最近の指揮者だと、ジョナサン・ノットとかもやってるし、まあ、アバド、あ、まあ、アバドも、マンゴーによっては、素晴らしいですよね。まあまあやってる人はやってるんだけど、フルートベングラー、そうね、チェルビダッケ以外はまあ次に何が来るかちょっと分かんないですね。うん、チェルビダッケだけ群を抜いてるかな。まあ純粋にね、これだけ宗教性を貫いてる作曲家っていうと、バッハ・ブルックナぐらいですかね。うん。まあ、どっちもキリスト教と関係しますけど、ブルックナーの場合は、なんか、カトリックっぽいけどね。バッハはプロテスタントっぽいけど、生涯を通じて非常に信心深いローマカトリック教徒であったと書いてありますね。まあ確かにバッハがプロテスタントっぽいでしょ。で、ブルックナーがカトリックっぽいんで、まあね、キリスト教の二大宗派代表した宗教音楽ですね、二つともね。うん。っていうことでね、あの、感覚がわからないっていうのは、要するにその修道院とかキリスト教とかお祈りとかよくわからないっていうのと、まあ、感覚としてはね、あの、似てると思うんですよ。だからその、ブルックナーあんま好きじゃないっていう人の意見も僕よくわかりますね。うん。ただね、もう歴史の有名人として、まあ、名を連ねて何十年か経ってるんでしょうけど、いや、すごく偉大だと思うんですよね。代わりがいないっていうことがやっぱり偉大であるっていうことの、
最も重要な点の一つなんでね、そういう意味で僕好きですね。うん、まあ演奏するとねちょっと独特の大変さはあると思うんですけどね。はい、っていうことまででした。あのブロックはねいいと思うんで、皆様よかったら聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。